世界ミステリーチャンネルへようこそ。ということでですね、これまで発明されたものの中には時代を先取りしすぎて流行らなかったものって結構多いんですよね。例えばなんですけれども、今はスマホでタッチパネルが当たり前なんですが、実は1999年10月にはJフォンから発売された全面液晶の携帯電話なんていうものもありました。まあこれはですね、あっという間に消えてしまったんですよね。あとはゲーム会社だとセガが時代を先取りしたものを出しすぎていまいちパッとしないで失敗していたっていうイメージがあります。そんな時代を先取りした発明っていうのはですね、人類の長い歴史の中に存在していて、その技術力などを見ると驚くものばかりなんですよね。というわけで今回は時代を先取りした古代の発明10選と題してお話をしていこうかなと思います。まあ中にはですね、大パーツ的な考えでというものもあるので、そこはねご愛嬌ということでお願いします。それでは早速本編を見ていきましょう。どうぞ。人類の歴史を遡ってみると、たくさんの驚くような発明や古代のテクノロジーを見ることができます。まあこうしたものを見てみるとですね、昔の人が持っていた知識とか技術に驚きを隠せませんよね。古代文明が発展していき、それとともに技術革新っていうものも起きていったわけなんですが、それはものすごい進歩だったわけですね。こうした進歩っていうものは社会に新しい生活様式をもたらしたり、様々な恩恵を与えたと思います。しかしですね、その多くの古代の発明っていうものは忘れ去られてしまって、歴史のページから消えてしまいました。そんな発明の数々が数千年後になって再び発見されているわけなんですが、今見ても驚かされるようなものもたくさんあるんですね。ここからはその発明や技術というものを紹介していこうと思います。ヘロンの蒸気機関。数学者、工学者であったアレクサンドリアのヘロンが発明したのがこの蒸気機関です。ギリシャ神話の風の神アイオロスにちなんで、アイオロスの玉とも呼ばれているんですが、これはですね、世界初の蒸気機関、蒸気タービンでした。この装置は一種の回転する装置なんですけれども、次のような構造を持ってるんですね。下には水を沸騰させるための水槽があって、加熱するとここから蒸気が発生します。上には回転球がついていて、水槽から出た蒸気が細い管を通ってこの回転球に送り込まれるんですね。この玉には2本の曲がったノズルがついていて、蒸気が噴出することで反作用によって玉が回転します。この機械のレプリカではですね、1平方インチあたり 1.8 ポンドという圧力で毎分1500回転することができたそうです。この発明は圧力と運動の関係を理解するための基本的な一歩だったんですけれども、まあだんだんと忘れ去られてしまいました。そして後世になって蒸気機関が再発明されるまでまともに使われることはなかったんです。アッシリアの水晶レンズ。この水晶レンズは1850年、オースティン・ヘンリー・レアードによって現在のイラクにあるニムルドのアッシリアのニムルド宮殿で発掘されました。紀元前700年頃に製作された高度な技術の結晶と言えるものなんですね。レンズは天然の水晶から削り出されて、一方が凸面に、もう一方が平面に磨かれており、おそらくろくろで研磨されたものと言われています。この精密な研磨技術は当時の工芸技術と工学知識の高さを示しているんですね。レンズの製作からは光の屈折と集光の原理を理解していたことが分かって、そこからアッシリア人の科学的な理解が高度であったことも分かります。100年以上前に発見されてから、この用途っていうものはいろんな説が提唱されていまして、拡大鏡ですとか光を集めて火を起こす用途だとか、望遠鏡の一部といったものが上がってるんですね。まあこのレンズはですね、直接的な技術発展というものには寄与しなかったんですけれども、古代文明の技術力の高さを現代に伝える重要な証拠になっているんです。スコットランド最古のカレンダー。2004年に自然保護団体スコットランドナショナルトラストが発掘した古代遺跡で、約1万年前の高度なカレンダーが発見されました。アバディーンシャー州クラセスのウォーレンフィールドという場所にあるこの遺跡は、石器時代のブリトン人によって作られたものです。ここはですね、紀元前8000年頃、中期石器時代初期から紀元前4000年頃、新石器時代初期まで使われて、長さ50メートル、12の穴が並んでます。この穴というのは1年の月の満ち欠けを表していて、複雑な弧を描くデザインで形成されていました。各月は上限の月、満月、下限の月などを表し、およそ10日間の3つの週に分けられていたんですね。さらに真冬の日の出を観測することもでき、
太陰暦を太陽暦と一致させることもできたそうです。ローマンコンクリート。ローマンコンクリートは古代ローマ人が開発した建築材料で、その耐久性と優れた性能で知られています。このコンクリートはですね、火山灰、石灰、水を混ぜて作られ、特に海水中でも硬化するという特性がありました。これによってローマ人は長期間にわたって耐久する建造物を建設することが可能となったんですね。まあ驚くべきはその耐久力でですね、2000年以上経った現在でも多くの建築物が残っています。特に海水に耐える特性というのは現代のコンクリートよりも優れているんですよね。そして火山灰を使用することで時間が経つにつれて強度が増すという性質も持っていました。この独自の材料配合によって自己修復機能を持つともされているんです。このローマンコンクリートの技術というものはですね、後の建築技術に大きな影響を与えました。特に近代コンクリートの発展においてはローマンコンクリートの研究が重要な役割を果たしたんです。古代の水銀メッキ法。2000年前の職人たちが彫像などに金属のメッキを施す古代技術を使用していたことが研究によって明らかになっています。分析の結果、この金属メッキっていうのは DVD や太陽電池、電子機器、その他の製品を製造するための現在の基準よりも優れているということが分かりました。火を使って水銀を蒸発させる金メッキや銀メッキというのは宝石や彫像の表面を加工するための古くからある工程です。このメッキというもの自体はですね、約3500年前アッシリアで始まったと言われているんですけれども、この2000年前の古代の職人が成し遂げた技術というのは、メッキを驚くほど薄く施して均一にすることで、高価な金属を節約して耐久性を高めたんです。まあこの古代の職人たちはですね、科学的、物理的な工程に関する知識を全く持たずに、金属を体系的に操り、目を見張るような結果を生み出していたみたいなんですね。彼らは水銀を接着剤のように使って金属の薄膜を物体に貼り付けるなど様々な技術を開発していたんです。この技術はですね、想像するよりもはるかに高いものだったんですね。地動儀。現在でも地震を正確に予知するっていうことはできませんよね。まあ地震の揺れを検知して記録し測定するということに関して人類というものは長い長い道のりを今も歩んでいるわけです。この研究のプロセスというものは約2000年前、中国の天文学者、数学者、エンジニア、そして発明家であった張衡によって132年に最初の地震計が発明されたことから始まったと言われているんですね。この地動儀と呼ばれる装置は遠くから地震を検知するのに驚くほど正確で、装置が設置された場所の揺れや動きに依存していませんでした。地震計は直径約 1.8 メートルほど、酒亀に似たような形の巨大な青銅器です。外側には8匹の竜が配置されていて、主要な方角を示しているんですね。それぞれの竜の口には小さな青銅の玉がありまして、竜の下には8匹の青銅のヒキガエルが座り、大きな口を開けて玉を受け取る形になっているんです。そして地震によって竜の口の玉が8匹のヒキガエルのうちの1匹に落ちて当たる音で、地震の発生方向を大まかに示すという仕組みでした。2005年にはですね、この地震計が再現されて、中国とベトナムで実際に起きた4つの異なる地震の波を元にした模擬地震を検出することに成功しています。このテストで得たデータっていうのはですね、現代の地震計が収集したものと正確に一致したんです。サンストーン。北欧神話には海を航海するために使われる魔法の宝石っていうものが描かれているんですよね。それは雲に隠れたりとか夜明け前や日没後でも太陽の位置を知ることができるとされていました。この神話の話はですね、実際にあった出来事だと言われているんです。2013年3月、チャンネル諸島沖に沈んだエリザベス朝時代の船の残骸から変わった宝解石の結晶というものが発見されました。これが伝説のバイキングのサンストーンと一致する性質を含んでいて、その破片が実際に正確な航海補助装置として機能することが発表されたんです。このサンストーンの原理っていうのは、雲や霧で太陽光が遮られた場合でも、太陽光を二重に屈折させるっていう珍しい性質にあるんですよね。二つの影の暗さが等しくなるまで結晶を目の前で回転させることで、太陽の位置を驚くほど正確に特定することができるんです。バグダッド電池。まあこれに関してはですね、電池という説を取るなら大パーツとも言われるし微妙ではあるんですが、一応紹介ということで。
バグダッド電池は銅製の円筒を包む土器の壺です。この円筒の中心には鉄の棒が吊り下げられていて、銅の円筒も鉄の棒もアスファルトの線で固定されているんですね。この遺物はバグダッド近郊の古い集落の後の1936年の発掘調査で見つかりました。この村というのは約2000年前のパルティア時代に建てられたと考えられています。まあ、実際にですね、この装置がどういった用途で使われたのかということは正確には分かっていないんですよね。まあ、その中でもメッキを施すためだとか電気療法のための装置だということも言われていました。まあ、実際に実験によってオスとかワインを用いて電気を発生させることができたんですけども、メッキを施すほどの電圧っていうものは発生していないんですよね。この電池説の反証としては、同様の壺の中からパピルスの繊維が発見されているために、宗教の祈祷文を入れて埋めるための壺ではないかと言われているんです。リュクルゴスの聖杯。リュクルゴスの聖杯は1600年前の翡翠色のローマの聖杯で、トラキアのリュクルゴス王の場面が描かれていることで知られています。このカップはですね、光の当たる方向で色が変わるんですけれども、1950年代に大英博物館に収蔵されて以来、科学者たちを困惑させてきたんですね。まあ、光の方向で色が変わると言ったんですけれども、正面から光を当てると翡翠色、背後から光を当てると血のような赤になり、それが解明できずに謎とされてきたわけです。1990年、イギリスの研究者たちが割れた破片を顕微鏡で精査したところ、ローマ時代の職人たちがナノテクノロジーの先駆者であったことが判明しました。これはですね、ダイクロイックガラスと呼ばれる技術によるもので、色が変わるこの現象はガラスに微量の金と銀のナノ粒子が含まれているためなんです。この微細な金と銀の粒子をガラスに均等に分散させる技術というのは、現代のナノテクノロジーに匹敵する高度なものでした。まあ、これ今の技術でも難易度の高いもので、偶然の産物だったのではないかと言われているんです。アンティキティラ島の機械。アンティキティラ島の機械は1900年にギリシャのアンティキティラ島沖水深約60メートルの海底で難破船の回収中に発見されました。これは複雑な歯車の組み合わせからなる金属製の装置で、紀元前3世紀から紀元前1世紀中頃に遡ると言われています。この機械はですね、何十年もの間、科学者たちが最新技術を駆使してその機能を解読しようと試みていたんですけれども、その複雑さゆえに真の目的と機能っていうものは解明されていませんでした。それが近年になってどのようなものかだんだん分かってきたんですね。アンティキティラ島の機械はハンドルで30以上の歯車が連動したシステムを回転させて、それが機構の前後にあるポインターと連動し、天体運行の計算をするための太陽計儀と言われています。最新の研究ではですね、これまで太陽暦に対応するものだったと言われていたものが、太陰暦に対応する可能性があるということも分かったんですね。まあ、こちらオーパーツと言われたりだとか、映画の中では超自然的な力を持つってされるんですけれども、そうしたものではなくて、当時のギリシャ人の技術力の高さを示す驚くべき遺物となっているんです。まあ、こちらアンティキディラ島の機械についてはですね、個別で動画も作っていますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで、今回は時代を先取りした古代の発明10選と題してお話をしたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、それぞれの説明がですね、本当に簡単なものだったので、詳しく知りたいものがあればぜひコメントで教えてください。まあ、ローマンコンクリートなんかもですね、細かく説明すると本当にね、かなり長い解説になっちゃうと思います。まあ、要望が多ければ個別に動画にしますので、お気軽にコメントしてください。またですね、今回紹介していないものの中にも古代の驚くような発明ってあると思うんですよね。まあ、少し前に動画にもしたんですけれども、日本の翡翠の穴開け技術なんていうのもそれに当たると思います。そうしたね、他のすごい技術とか発明知っているよなんていう人がいましたら、ぜひね、そちらもコメントに残してください。というわけで、今回の動画も面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。そしてこのチャンネルではライブ配信のアーカイブがメインになりますが、チャンネルメンバーシップもやっております。もしよろしければぜひ登録してみてください。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。